こんにちは、ダイスです。今回は最強大近畿の対策ポケモンについてまとめていきたいと思います。あくまで現段階で考えられる対策になりそうなポケモンのご紹介になりますので、最強大近畿のレイドが始まってからもっと最適なポケモンが見つかる可能性もありますのでご了承ください。まず星7の最強大近畿のテラレイドイベントは3月31日金曜日の朝9時から4月3日月曜日の朝8時59分までが1回目、2回目が4月7日金曜日朝9時から4月10日月曜日朝8時59分までと2週連続の開催になっています。大剣気のタイプなどに関しては、大剣気はもともとのタイプが水タイプです。水タイプだと抜群が取れるのは電気タイプと草タイプになります。テラスタルのタイプが今回は虫ということで、こちらを考えて炎、飛行、岩、ここが抜群を取れるところになるんですが、もともとのタイプが水タイプになりますので、水技で抜群になる炎、岩タイプは厳しいと考えられます。そして虫タイプの技も持っているであろうと考えられるため、草、エスパー、悪も抜群が取られてしまうため、このタイプもちょっと怪しいです。そしていろんな技を覚えるんで、大剣気の中だと氷技も入ってるんじゃないかなと思うからこそ、虫テラスで飛行だけ唯一残っていたんですが、ここも氷技で抜群が取られてしまいます。他にも格闘、地面、草、悪、鋼など結構いろいろ技を覚えちゃうんですよね。なのでタイプ補完が優秀すぎて、対策になるポケモンを考える際にはやはり複合タイプのポケモンから選んで10倍以下のダメージで数種類を抑えていくという必要があります。以上のことを踏まえて、現在で考えられる対策のポケモンと、そしてなんとなくこれでいけたら面白いんじゃないかと思うポケモンも入れてみました。はい、現在ね、手持ちにいるのがマリルリ、アーマーガー、シャワーズ、ドウなんですけど、このポケモンたちはサポートだったりとか、あとはこういう状況下だったらいけそうだなと思うアタッカーのポケモンたちです。他にも作ってないので持ってこれなかったポケモンもいるので、後でご紹介していきます。まずはマリルリです。マリルリはもともとのタイプが水フェアリータイプになりますので、今回の大近畿の水タイプ、テラスタイプの虫を半減することができます。また氷や格闘タイプも半減なので、タイプ相性はとてもいいです。持ち技として飛行タイプの技を覚えるんですけど、命中率がちょっと低いっていうこともあるので、基本的には今までもよく使っていた方も多いと思うんですけど、原太鼓型の通常マリルリで行くんじゃないかなと思います。原太鼓をすることでマリルリ自体は自分の能力値をマックスまで上げて攻撃をすることができますし、特性の力持ちで物理攻撃がもともと2倍になりますので、攻撃の火力が高いポケモンです。今アイススピナーさっき使ってたので入れちゃってるんですけど、ここの枠に飛び跳ねるを覚えるので、命中は厳しくなるかもしれませんが、飛行タイプの技も一応は入れられます。ただ立ち回るんだったら原太鼓をかけてからアクアブレイクをかけつつテラスタルして、で最後アクアブレイクなのか、それとも、まあ、飛び跳ねるは飛行テラスに変えてあればありかもしれないんで、ちょっと謎だなっていうところなんですよね。なので今までも使っていた原太鼓のマリルリで行く場合は、原太鼓をかけてからアクアブレイクを3回かけて、でアクアブレイク3回かければテラスタルできるようになるので、今この子はフェアリーのテラスタイプなんですけど、水テラスにしておいてテラスタル、アクアブレイクという形で攻撃を仕掛けていくっていうのが一番考えられるんじゃないかなと思います。でもちろんじゃれつくも持ってるんですけど、フェアリーのタイプ技よりは、まあ、アクアブレイクで防御下げつつやった方がいいんじゃないかと思います。このアイススピナーの枠に飛行タイプの技を入れるんであれば、テラスタイプを飛行に変えておいた方がいいんじゃないかなとかね、また、テラバーストに変えておくのもいいんじゃないかなとか、いろいろ考えられるので、とりあえずね、4枠目は適当にしておきました。そしてこちらもマリルリです。先ほどのマリルリは持ち物お話ししなかったんですけど、基本何でも持たせられる方です。でこっちは
ネタ枠というかこれでいけたらいいよねって思う技が転がるがあるので、転がる使えるんだったらっていうところで考えました。広角レンズで命中率を上げてある状態で命中90の転がるをちゃんと当てられるようにっていう風な考え方です。力持ちで先ほどもお話ししましたが、物理技は2倍になっている状態で腹太鼓をして、丸くなるをしてから転がるをすると、転がるの威力が威力60からのスタートになります。転がるってどういう技かっていうと、5ターンの間転がり続けて他の技は打たないんですけど、当たるごとにかける2倍の威力になっていきます。なので丸くなるをしてから転がるをかけることでスタートが60の威力、2回目で120、3回目で240、4回目で480の威力になります。この威力計算が力持ちの2倍の計算を今入れてない状態なので、もっと上がるんじゃないかと思われますが、5ターンとか4ターンとかマリルリ自体が耐えられればっていうところもまた入ってきちゃうんですよね。なのでこれ使えたら面白いよねっていう方としてのご紹介です。マリルリ自体はすごくタイプ相性もいいポケモンで、 HP や攻撃も力持ちや腹太鼓の効果で高くなるので、今回の大剣気には結構ねいいポケモンだと思います。主力になるんじゃないかなって個人的には一番思うポケモンです。多分最初にお話ししたよく見る腹太鼓型の方が使いやすいんじゃないかと思いますが、こちらもご紹介でした。そして2体目はアーマーガーです。アーマーガーはタイプが飛行鋼タイプで、虫技と草技が 0.25 倍、そして今一つの 0.5 倍で飛行鋼ノーマルフェアリーエスパードラゴンタイプを受けられるというタイプ相性が本当にいいポケモンになってます。今この個体はテラスタイプが格闘になっていて、あんまりね使ったことなかったんで育ててないんですけど、夢特性で言うとミラーアーマーにしておいて、テラスタイプは飛行で鉄壁ビルドアップをかけて、自分の能力値を上げてから悪タイプの付け上がるをするのか、それともドリルくちばしで攻撃していくのかという方がアタッカーで考えられます。もちろんサポートとしても優秀なので、どちらの振りもできるのでこっちもおすすめという感じですね。マリルリアーマーガーは作っておいた方がいいんじゃないかなと思うので、今後アーマーガーまだ作ってなかったので育成の動画もねしようと思います。そして次はシャワーズです。シャワーズに関しては最強月光河の時に活躍してくれた方をそのまま運用できる可能性があるのでご紹介します。月光河の時もやったんですけど、アシストパワーで攻撃をする方です。シャワーズの場合、瞑想と溶けるを覚えられるので、自分の特防を上げることも防御を上げることもどちらもできます。どのタイミングで全ステータスの書き消しが入るかはわからないので、詰めるかどうかはちょっとまだ謎なんですけど、うまく詰めれば瞑想と溶けるを積んだ状態でアシストパワーを打つことができます。で、今嘘泣きが入っている状態なんですけど、他にも覚える技があるので、いろいろとねこの4枠目は変えられるという感じです。また特性を貯水にしておくことで、水タイプの技を受けた時にダメージは入らず回復することができます。まあ月光河みたいな感じで全ステータスの書き消ししてくるんだったら、シャワーズはねいけそうな感じしますよね。で、特防防御は今のところ、200ぐらいしかないんですけど、技でここはねプラスしていくっていう考え方です。で、最後、銅です。銅の場合は、毒地面タイプなので、虫格闘が今一つで、水に関しては特性を貯水にしておくことでシャワーズと同じく水技は入らないという感じです。今ねそんなに変えてないんであれなんですけど、銅はアタッカーというよりはサポートですね。手助けも覚えるし、呪いで自分の能力値を上げて耐えながら周りの人のサポートをしていくんじゃないかなと思います。一応ね岩系の技もかけられるので抜群取れる技もあるんですけど、それをするよりはサポートに回った方がいいんじゃないかなという印象ですね。その他にも持ってるかどうかわからなくて入れにくかったのが飛行タイプのポケモンたちですね。氷タイプの技を大剣気が持っていないのであれば、カイリュウだったりとかギャラドス、あとペリッパなんかも飛行タイプの攻撃ができるし、ギャラドスペリッパは水タイプなので
水受けもすることが可能です。で、飛行タイプの技をタイプ1で打てるっていうのが強みになると思うので、このあたりも考えられるんじゃないかなと思いますが、今のところはですね、まだ作ってないので何とも言えないという感じです。あるんだったら、まあ、ギャラドス海流あたりはいけるかもしれないなという印象ですね。そしてマルチプレイとかで自分がサポートするんだったら、今回も多分サポートのハリー戦はすごく活躍すると思うので、サポートハリー戦も私の場合はね、マルチするときには使いたいので、今回大研究が始まるまでに作っておこうと思います。一応対策ポケモンで育成する予定としては、私の場合はいないので、アーマーガーと、あとはマルチで使えるようにサポートハリー戦、この2体とプラスでギャラドスなのかカイリュウなのかピリッパーなのかを選んで作ろうかなと思っていますが、いかんせんですね、3月31日からで期間がないので、今いるポケモンたちでこと足りれば一番いいんですよね。はい、皆さんもどのポケモンで行こうか悩んでいる方も多いと思いますが、決めてるよっていう方はぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。あとは今回の話を聞いて、あ、この対策ポケモンいいかもってある方はぜひ教えてください。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!